こんにちは、釣り動画のあきらです。今回は気が向いたんで山の中にあるちっちゃい湖というかダムへなんか釣りに行きたいと思います。とにかく行ってみようと思います。何が釣れるかとかってあんまり当てはないんだけど、まあ、もしかしたらワカサギが釣れるかもしれない。なんか釣れねえかなと思って。でもう1時半なんでそんなに多分釣りはできないと思うんですけど、多分釣れないかな。何の当てもないもん、何の情報もない。今釣れてますとか、そもそも釣りができるのかっていうレベル。でも7、8年ぶりなんで、でまあでもいい感じのなんかドライブになったんで、まあそれはそれだけでもいいかなと思ってます。やる場所がね、降りるとこね、ガッタガタ道だし釣り人誰もいねえ。マジやるとこねえな。こんなとここんな車でガタガタやってたらパンクするぞ。あ、ここ降りれるかな、もしかして。降りれないか、ちょっと様子を見てみよう。降りれそうなら降りたい。降りたら死ぬと思う。さすがにちょっと厳しいな。こんなとこ降りてたら死ぬ。ワカサギのためにここ降りたくねえな。ダメだな。険しいな。ここ降りてくのもきついわ。すげえな。見てほしいな。
すいません、お邪魔します。あ、お疲れ様です。どこやってきた？は、いや、なんで気まぐれでここ初めて来たんですけど。そうそうそうです。気まぐれ。釣れそうもないですね。釣れだよ。釣れます？棚は、そこの方ですか？そう、そこの方。あ、浅いです、めっちゃ浅いです。浅い。こっちも浅い。はい。ここが深い。ああ、じゃあそこでやってみます。ここは向こうへ渡るとこだから。へえー。そこあたりがあるよ。やってみます。今俺らやってた。ありがとうございます。風があってできんだ。そうなんですよ。風強いんですよね。たくさん釣ってってよ。ああ、ありがとうございます。餌何やってるの？刺しです。刺し。まだ餌もつけてないんですけど、今からつけるとこです。え、棚餌つけてないの？今からつけるとこです。ここ今やったけど釣れなんだよ。そっち移動します。あ、そっちの絶対釣れるとも。はい、頑張ってください。ありがとうございます。来てるこれ。あ、来てるっぽいな。来てる。来てる。外れた。あ、来てる来てる。ちょっと投げたとこできた。ちっちゃいけど。
ちっちゃいけど釣れた。ちっちゃいの釣れるね。当たりがあっても釣れないんだよね。冷蔵庫持ってきてないけど。来てるな。来てる来てる来てる。完全に来てる今。これは連発か。よーし。綺麗だな本当。透き通ってて。宝石だね。ちっちゃい、超ちっちゃいの釣れた。早く帰んないと暗くなっちゃう。ああ、この慣れないところ、初めて降りてきたところ。暗くなってからじゃ。怖え。帰ろう。こういう石はね、ほんとちょっと変なとこ踏むとゴロゴロっと転がってさ。そのままドボンだからね、下に。結構気をつけないと普通に死んじゃいます。ほんのちょっとのミスで死んじゃいます。慎重に帰りましょう。そもそもこのロープがさ、ブチって切れる可能性もある。
4時半でなんかもう薄暗いわ。やっぱ山はさ、薄暗く暗くなるのが早い。ちょっと怖いもんね、静かすぎてさ。ほんと獣の声しか聞こえないから、キャーとか言ってなんかビグってなるね。なんかいいんじゃないかなって、ガサガサっていうだけでうっ、敏感になってしまう。爆鳥まではいかんね。あの棚を取ってさとか、いろいろあんま慣れん釣りだし、いろいろ手間取って時間もなかった。釣りやりだしたのはそうだね、2時。場所探したあそこしか降りれんくて、多分2時間やれてないぐらいか。まあしょうがないかな。魂のワカサギさん7匹なんとか釣りました。いただきます。うまっ、うまっ、うん、塩味だけ、うまいね。片道2時間半ぐらいかなかけて行って、で降りるとこなくて探し、まあ、そんな探し回るほど広くないんだけど、で一箇所降りれそうなところに車止まってたから、まあ、そこから降りてって、で先行者の人がいて声かけて、で隅っこでやっててみたいな。全然棚測ったりするのに時間取られてさ、うん、うまい。で最初にやってた人が帰るって言って、でそこでなんかやると よく釣れたよとかって言うから、え、まあ、釣れるのとか思って、俺釣れるか釣れないかも分かんない、釣りができるかどうかも分かんない状態でもうぶっつけっていうか当てもなく突っ込んでったから、なんとか魂の7匹、ワカサギさん。でその人が帰り際にそこでやれば釣れると思うよっていうのがあったから多分釣れたね。なければ知らなかったんじゃない。うまっ。なんで往復 4,5 時間移動にかかって、釣りやったのは本当に2時間もやってないぐらいで、初めてだから棚取りとかそんなの手間取って、実質なんで餌が水中に入っている時間っていうのは本当に少なかった。うん、いやもう夕方4時ぐらいにさ、暗くなるのよ、山に囲まれてるとこだから。うまい、うまいね。うん、でも4時ぐらいにさ、あの崖また登って帰ったんだけど、で泊まって次の日やろうかなと思ったんだけど、雨で深夜から早朝にかけて結構強めの雨の予報で、雨降ってぬかるんだ後にあの崖をまたロープ伝って降りていくのはちょっとぐちゃぐちゃになったり滑ったりして危ねえかなと思って帰ってきました。はあ、うまいわ。ワカサギうまいね。新鮮なワカサギの天ぷら。もっと食べたい。まだあのウジ虫が残ってるんで、近いうちに行こうかなと思ってます。めちゃめちゃ最高に美味しかったです。ごちそうさまでした。